今日は高級なトマトジュースを買いに行ってきました。イデトマト農園に。この高級なトマトジュース、高濃度ミニトマトジュース1本1400円と、今日はまだ冷えてないんで明日飲もうと思ってます。黄色バージョンと赤バージョン、どっちが美味しいのかはまだ飲んでないので分かりません。冷やしてから明日飲みたいと思います。それと岩亀の草の花団子、草餅にきな粉をつけていただきます。今日は注文しといたらっきょうが届いたので、この5キロのらっきょうをひたすら皮むきをしたいと思います。なんか去年の粒よりちょっと小さい気がする。何時間かかるか不明。じゃあ頑張っていきます。頑張って剥いてきますよ。これね、薄皮剥くのが大変なんですよ。これを一枚一枚剥いていくのが大変です。まだまだ先は長いです。頑張ってください。いや、そろそろ録画この辺でいいか、ん、そろそろこの辺でちょっといいかなとか思ってんだけど、あとあなたたちが頑張ってやれば。剥くの大変だよね、うん、ベタベタするし、真っ黒になるし。よいしょよいしょ。剥くのが大変なんですね、うん。薄皮だけが剥くのが大変だよね、ほんと。なんかめんどくさいからを切りすぎちゃうと身がなくなっちゃうしね、うん、結構小粒だからね。なんか絶対今年のちっちゃいよ、これ。ちっちゃい。まあ一応ばあさんが手伝ってるから平気だけどね。切るのもっとここまでで切った方がいいのかな、これ。なんかここのちょっと荒れてるところ切っちゃうと、これ去年2人で何時間やったんだろうね。3時間。だいぶ頑張ってこんだけ剥きました。じゃああと奥さんよろしく。もうやめんの？そう、最後までやんないやるよ、まだちょっと休憩してから、うん、結構頑張ってもまだこんだけあります。あとは奥さんに任せたいと思います。らっきょうを剥く間の合間に寒川の八福餅食べます。あと少しですね。
頑張ってください。やっと先が見えてきました。疲れた。いやでもこれからあと洗わなくちゃいけないんで。それは任せます。あとでもこれ瓶どうすんの。瓶洗えばいいんでしょ。うん、まあいいや。じゃああとちょっと頑張ってください。はい、はい、終了。はい終了。じゃあこれから洗って塩漬けします。はい、お疲れ様。らっきょう5キロ皮むくの大変です。これから水洗いと塩もみをしたいと思います。じゃあ洗います。とりあえず水で洗います。ここでちょっと軽く洗ったら塩もみします。塩の量はもちろん適当です。とりあえず洗い終わりました。これから塩漬けしたいと思います。その前にこのらっきょうを味噌つけて食べると美味しいです。まあエシャロットだから美味しいのは当たり前なんですけどね。でも途中で食べる味噌で食べるらっきょう美味しいです。どう？どんどん入れちゃってください。ちょっと待って、入れにくい。落とした。貴重なラッキー落とさないでください。はい、気をつけます。取り忘れたんですけど、瓶に移して塩適当に入れて振り回して調整してます。調整ってなんだ。調整じゃないね、塩を回してます。こんな感じでラッキーできました。まず真ん中にあるのが塩漬けのらっきょうです。こっちが醤油漬けのらっきょう、そしてこれがボケてる味噌漬けのらっきょうです。うまくできるか分かりませんが、とりあえずこれだけ漬け込んでみました。あとは10日ぐらいして食べてみます。以上、らっきょうを漬け込みました。終了。